なたは何がしたいの？私にも分かるように教えなさい。すみません、ちゃんとした看護師さん呼んできてくださいます？だから担当の山内さんは他の仕事で手が離せなくて、点滴の交換くらいなら私にもと。ああ、はいはい、この病院は人手が足りてないんですものね。いちいち言い訳を聞くのも疲れるので、交換するならさっさと交換して出て行ってくださいますか？お騒がせしました。失礼します。うん、次に入院するときは看護師のレベルをチェックしてからにしないと。本当にストレスがたまるわ。沢井さん、酒井さんの状態はどう？ああ、いつもの通りです。そう。山内さんは手が離せないからお願いしてもいい？2ミリリットルでいいのだけれど。ターゲス？ターゲス、1日血糖測定のことでしょう。朝昼晩の食前食後と眠前、合計7回採血して血糖を測定すること。糖尿病の診断基準にもなるし、これで治療の効果のほどを見るの。分かったら行きなさい。やつだね。いいよ。じゃあ腕を出してくださいますか？さっきは右で刺したから今度は左だね。はい。そう、お願いします。
いた！申し訳ありません。少し腫れてしまったので跡が残ると思いますが、1週間ほどで吸収されるのでご安心ください。沢井さん、あなたも謝って。すみませんでした。いや、跡ぐらい治るんだったら別にいいけどよ。もし痛みが長引くようなら遠慮なくおっしゃってください。沢井さん、アルメ持ってきて。はい。アルコール麺、急いで。見ていなさい、沢井さん。採血はこうするのよ。さすが主任さんだね。新人さんも頑張って採血上手になるんだよ。練習とイメトレやれ。うちにはそれしか言えん。はい。
うやって持って帰ろう。どうしたの、サワイ。すごい荷物じゃない。え、あ、渚先輩。あれ、渚先輩もしかして今帰りなんですか。心配されてもね。渚先輩かな。あっ。
かね。沢井、大丈夫？ごめんなさい、渚先輩。疲れてるの分かってるのに、私、渚先輩しか頼れない。バカね、そんなことはいいの。一体何があったの？私のこと見てるって、逃げられないって大丈夫、大丈夫だからね。私がついてるから大丈夫だよ。大丈夫、私がサバイを守ってあげるから。だからそんなに泣かないでね。渚先輩、少し落ち着いた？私、恥ずかしい。こんなに取り乱すなんて。そんなの気にしないで。どうせ乾くし、こんなの平気。よかった、サワイが笑顔になってくれて。ごめんなさい、渚先輩疲れてるのに。謝ってばっかりね。私はサワイが頼ってくれて嬉しかったけど。渚先輩帰ってきたばかりだし、疲れてるはずなのに、私こんなに甘えて。サバイだからいいの。サバイだからいつでもいくらでも甘えてくれていいのよ。もちろん。じゃあ渚先輩。じゃあ朝まで一緒にいてくれますか？しょうがないな。シングルベッドは狭いけど、一緒に寝てあげる。え？何よ、その顔は。自分で言い出しておいて、やっぱりいいですとか言わないわよね。でも、迷惑じゃないんですか？迷惑だったら最初からそう言うわよ。私のせっかく知ってるでしょ。渚先輩。
沢井ったら。押し倒すのはベッドでね。うん、やっぱ沢井は笑顔が一番よ。私が保証してあげる。でもほら、もう気にしないの。私がそばにいてあげるから。これからもずっと守ってあげるからね。渚先輩、よく聞くおまじないよ。沢井が何も怖がらずによく眠れますように。あ、渚先輩、余計眠れなくなっちゃった？最強のおまじないです。よかった。ずっとそばにいるから安心して眠っていいのよ。沢井は私が絶対守るから。逃げるの？逃げてはダメ。逃げることでは何も解決しないわ。どうしてそんなことを言うの？逃げていては何も解決しないの。
壁は乗り越えるためにあるものだから。私には壁なんてない。今の状況が壁だというのなら、私は乗り越えてみせるだけ。私は今までそうやってきたわ。あなたがそう思うならそれでいいわ。かわいい寝顔。見たで。なんですか急に。藤沢と同伴出勤やなんて、意外と大胆なことやりよるな、新人。ゆうべはお楽しみやった？その反応、かわいい。お楽しみって、別に朝一緒になっただけで。にもあんな時代はあったんかな、ラージュに。皆さん、おしゃべりはそこまで。申し送りを始めます。おはようございます。では夜勤さん、お願いします。何を百面相しているのよ、あなたは。主任さんも今からですか？山内さんが先に入れないとのことだから、これ以上お昼の時間を延ばしても仕方がないでしょ。
個人のプライベートのことをいろいろと言うつもりはないのだけれど、職場恋愛もいいけれど、一人前になってからすることね。ごちそうさま。私は仕事があるから戻るけれど、あなたはちゃんと時間通り休憩してから出てきなさい。職場恋愛もいいけれど、一人前になってからすることね。どうぞ。失礼します。じゃあ点滴交換しますね。沢井さん、あの人と仲がいいんですか？あの人？外科に行った藤沢さん、今朝一緒に出勤してたみたいですけど。ああ、渚先輩。藤沢さんはね、私の高校の時の先輩で。で、どうしてそんなことを聞くの？したの？私、あの人嫌い。あの人、できることをしないから。できないことの言い訳ばかりで、できるかもしれないことをやりもしない。看護師としてあるまじき存在です。でも渚先輩すごくいい人だよ。あなたバカですか？え？ここはあなたたちにとっての職場でしょ？仕事をしてもらう対価として私たち患者はお金を払っているんです。その人がいい人かどうかなんて関係ありません。私たち患者の望む 100% のサービスを提供できるかどうかが問題なんです。そういう意味であの人は問題外だと言ってるんです。
外科に行ったあの人も、そこに突っ立ってるだけのあなたも、その点で私は全く尊敬できません。尊敬以前にちゃんとした看護師だとも思っていませんけどね。終わったらさっさと出てってくれませんか。邪魔です。失礼しました。あなたたちにとっての職場でしょ。仕事をしてもらう対価として私たち患者はお金を払っているんです。その人がいい人かどうかなんて関係ありません。私たち患者の望む 100% のサービスを提供できるかどうかが問題なんです。しようと思います。だからごめんなさい。沢井、どうかした？何かあったの？実は今日酒井さんに看護師として尊敬できないって言われたんです。酒井さん、給料に値する働きをするべきだって言われて、私ちょっと悩んでしまって。今までは知識や経験が足りないところは一生懸命に接することでカバーできればって思ってたんですけど。最初はそれでいいと思うよ。でも患者さんは安らぎを求めて病院に来てるわけじゃないじゃないですか。さんの言うことももっともだと思うんです。患者さんは看護師にいい人であることを求めてるわけじゃない。看護師はちゃんとした看護師であることを求められてる。そんなの当たり前ですよね。今までそんなことも分かってなかったなんて。私、看護師失格ですよね。それはそうだけど、でもね、沢井、看護師って言っても中身は普通の女の子なのよ。休みたいし遊びたいし恋だってしたいって思って当然じゃない。でも今の私は
職場では半人前にすらなってなくて、採血だって一人でできなくて、免許を持ってて白衣を着てるだけのハリボテ看護師なんです。ハリボテ、一人前にはまだなれなくても、せめて半人前にはなりたい。そう、わかったわ渚先輩。じゃあそういうわけなので。どうして泣いているの？
きな人にありのままの自分を見せられないの。私ね、好きな人がいるの。ずっと憧れてて、やっと追いついたと思ったらまた引き離されちゃって、ずっとへこんでたの。離れたことが寂しくて拗ねてもいたの。でも私、頑張ろうって思ったのよ。頑張ろうって思うまでにいろんな人に迷惑かけちゃったけど、でも私はまだまだダメダメで、その度にへこんじゃうの。こんなダメダメな私じゃ渚先輩にふさわしくないって思ったら、もっとへこんじゃって。本当はそばにいてほしいのに、そばにいてなんて言えないよね。人生よ、あなたの思う通りに生きればいいわ。私だってやるときはやるんだから。渚先輩、渚先輩、今日は珍しく早いんですね。手術とかなかったんですか？
危ないな。ってあんた顔色悪いけど大丈夫か？はい、暑いから気をつけて。大丈夫？スミさん？どうしてここは私の部屋？コンビニの店員さんから病院に連絡があったの。あなたが店先でパニックを起こしているって。コンビニで病院から私の元へ連絡が来て、よくわからないながらもコンビニに行ったらあなたが泣きじゃくっていたのよ。コンビニの店員さん、あなたの顔を覚えていたのね。迅速に保護できてよかったわ。申し訳ありません、ご迷惑をおかけして。本当にね。私がついていてあげるから、それを飲んであなたはもう休みなさい。でもご迷惑なんじゃ。バカね、新人は先輩に迷惑をかけるものでしょう。そんなことは気にしなくてもいいの。その代わり、あなたが先輩になったら、ちゃんと新人の迷惑を受け入れてあげるのよ。さあ、もう眠りなさい。疲れたでしょ。You.